スタイリップス。ここ乙女荘は全室ワンルームの安アパート。隣のミクはヒーローに夢中だし、萌えはトランペットうるさいし、真帆は朝から晩まで DJ 三昧。みんな変わってる。私は星井リプス、職業漫画家、現在絶賛スランプ中。出張？海外。ああ、萌え、今日さ、萌えとちょっとお話ししてる暇ないんだわ。なんかね、担当さんが新しくなっちゃって、で、あの第3部はエジプト編にするとか。エジプト？そう。だからちょっと私取材旅行のためにさ、カイロ行ってくるわ。カイロ。あ、はい。じゃねー。ああ。うん、じゃあ直しといてそれ。ね、はーい。よろしく。でこっちまでカリカリしてくる。カリカリ。ねえミク、バター切らしちゃったんだけど貸して。うん、ごめん萌えし、今忙しいんだ。困る。優しいだけじゃ困る。ふ？本当にこっちが困るんですけど。出たよカリカリ。もうミクさんいつもカリカリして、カリ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 、唐揚げみたい。何それ唐揚げって、意味わかんない。絶対バター貸さないし。うわあ、もうオーディション遅刻しちゃう。おかげで今日の朝食はバターなしトーストと牛乳だったよ。うん、まったくミクさんたら。まあたまには誰もいない乙女さんもいいね。大きい音出しても怒られないし。うん。ミク、ミク、
仕上げをしなくちゃね。あ、あれですね。あ、でものちさんいないし。みくさん空気読みすぎじゃないっていうか、姉さんいつどうしてきたの。え、あ、いやー見た見た。あ、ね、出発日来週だったの。もう私お茶目さん、もう、うん、どうしたのこの空気。もしかしてということは、おうおう、いつものあれいっちゃいましょう。というわけで、こんなトヨタ萌えは嫌だ。来るね。うん、ね、私なんだろう。はいはい、黒が好き。あー、やだ、この部屋黒だったら私じゃないもん。そうだよね、そうだ ね、 ね、確かに天使なのに堕天使になっちゃったってことでしょ。はい、トヨタさん天使じゃん。いいよね、発言の自由ってさ、人間あるからさ、いいと思うよ。先輩からのご指摘だよ、もう。そうだよ、カメ、カメラの前に立って私へのコメントを言う形式になったんですかこれ。はい、はい、こんなトヨタ萌えは嫌ということで、天使なトヨタ萌え。姉さん、私現状なんですか。姉さんは助けないよ。先輩。こんなトヨタ萌えは嫌だ。ほら、でもなんだかんだ言ってみんな思いつかないってことは、今の思いで満足してるんだよ。え、どういうこと。元先輩一言。助けないよ、私。元先輩一言。なに、こんな、こんなトヨタ思いは嫌だ。空気を読まない。え、今読めるってことかな。ちょっとブラック考えちゃった。今読めるってことかな。今なんか何でもできてるっていう設定で、うん、設定、はいはいはい、美肌じゃない。よしシワクちゃんの T シャツを着ていない。自分の中で褒められないってないから。私褒められないってないから、こんな時どういう顔していいか分かんないよ。笑えばいいと思うよ。いいの、萌え、それでいいの。なんか、いいの、なんか言いたい、なんか言いたいこと言いなよ。こんなネタを作った人は誰だみたいな、なんかそういうの言いなよ。そうだよ、そうだそうだ、言ってる。全国のお兄ちゃん、萌えはこんなに大きくすくすく育ちました。こうやって大きくなってこれたのもみんなのおかげです。みんなは今の萌えが大好きで大好きで、もう違う萌えは考えられない。言ってるけど倒れるかな。人生いろいろですけど、みんな萌えが大好きなんだよ。ね、うん、うん、大好きだよ。大好き、笑います。お兄ちゃん、私はどんな萌えさんでも大好きだよ。Peace.